出席議員64名であります。これより日程に入ります。日程第1、県第86号議案、令和3年度広島県一般会計補正予算から、日程第33、つい県第22号議案、令和3年度広島県一般会計補正予算までの、 各案並びに日程第34請願を一括上提議題といたしますただいま上提の各案並びに請願については各常任委員会に審査を付託しておりますのでこの際各常任委員長から審査の経過並びに結果について報告を求めますそれではまず 生活福祉保健委員会の報告を求めます。生活福祉保健委員長。石津正弘君。 生活福祉保健委員会における付託議案の審査の経過、並びに結果についてご報告申し上げます。本委員会に審査を付託されました議案は、補正予算3件、その他の議決案件2件の合計5件であります。検査の結果あ審査の結果、付託議案はいずれも前回一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査の過程におきまして、各委員から指摘された事項のうち、その主要なものを申し上げますと、第一に、新型コロナウイルスワクチンの接種希望者が安心できるよう、必要なワクチン量を確保するとともに、ワクチンを接種しやすい環境整備に引き続き努められたいこと、また、ワクチン接種間隔の前倒しに向けた動きについては、 県民が混乱することがないよう、国からの情報を分かりやすく、丁寧に周知していく必要があること、第2に新型コロナウイルス感染症患者に対する医療提供体制については、今後の感染状況に応じた宿泊療養施設や入院病床を適切に確保することで、可能な限り、 感染者の自宅療養を回避するとともに自宅療養中に様態が急変した場合においては迅速かつ確実に医療の管理下に置くための体制整備を行う必要があること第三に、えー、広島県、えー、広島県立美術館や出刑園の運営にあたっては魅力的な企画展等の実施やオンラインコンテンツを増加させるなどにより 今まで以上に存在感を高め、その価値が広く県民に認識されるよう取り組む必要があること、このほか感染症対策における保健所業務の評価・検証の実施、即応病床の確保数に関する考え方、鳥インフルエンザの人への感染事例、職員給与費の減額などについて、 問い正されたところであります以上、審査の概要を申し述べ、生活福祉保健委員会の報告といたします。 次は農林水産委員会の報告を求めます農林水産委員長井原治君 水産委員会における付託議案の審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。本委員会に付託を、審査を付託されました議案は、補正予算3件、その他の議決案件1件の合計4件であります。審査の結果、付託議案はいずれも前回一致をもって、議案のとおり可決するべきものと決定をいたしました。なお、審査の過程におきまして、各委員か,委員から指摘をされた事項について、 その主なものを申し上げますと、第一に高病原性鳥インフルエンザについて、県内で再度発生することがないよう、養鶏場における予防対策の徹底を促すとともに、このたび影響を受けた経営体が前を向いて経営を継続できるよう、可能な限り支援策を講じられたいこと、第二に広島型スマート農業の 推進に向けた現地実証にあたっては、個人農家や小規模農業法人が導入しやすいよう、費用対効果を勘案しつつ、実証を進め,ること進める必要があること、また、今後のスマート農業の進展に向けては、生産現場のみならず、消費者動向に応じた出荷を可能とするデジタルデータの活用など、 農作物の流通のスマート化を図る取り組みについても県として積極的に後押しする必要があること第3に水産資源の回復に向けた海底幸運の実施効果については先行事例を生かした分析や水中ドローンといった先進技術の活用などあらゆる手段を用いてしっかりと検証されたいことこのほか次期 広島の森づくり事業による森林整備等の着実な推進、木材需要予測に基づいた県産材の、県産材利用の促進、原油高騰に対する国の短期的、長期的な対,対策を促す県の姿勢について問いただされたところであります。以上の審査の概要を申し述べ、農林水産委員会の報告といたします。 次は建設委員会の報告を求めます建設委員長宮崎康則君 建設委員会における付託議案の審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。本委員会に審査を付託されました議案は、補正予算8件、条例案3件、その他の議決案件3件の合計14件であります。審査の結果、付託議案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査の過程におきまして、各委員から指摘された事項のうち、その主要なものを申し上げますと、第一に、本年7月、8月豪雨災害からの復旧・復興に向けた河川における改良復旧等については、県民の安全・安心につながるよう、地域住民に対して、きめ細かく丁寧な情報発信を行いながら、 着実に取り組みを進められたいことまた、改良復旧事業は完了までに相当な年数を要することから被災箇所については出水域前の点検など万全な対策を行いながら県道強靭化を推進されたいこと第二に本県は土砂災害警戒区域が 全国で最多であることから、災害リスクを踏まえたハード整備による防災・減災対策を着実に進めるとともに、市街化調整区域への逆線引きなど、災害ハザードエリアでの開発抑制を伴う取り組みについては、県民に対してその必要性や取り組み内容について、丁寧な説明を行い、 理解を得ながら進められたいこと、第3に日本製鉄の撤退による影響を受ける太田川東部工業用水道事業にかかる料金改定については、さらなる企業の撤退や事業縮小に波及しないよう、受水団体や地元市長への丁寧な説明を行い、 理解と協力を得ながら検討を進められたいこと、また、工業用水道事業会計については、中長期的な見通しを持って健全化を図られたいこと、このほか、盛戸土総点検の着実な実施および結果の周知方法の検討本郷、本郷産業団地の早期分譲に向けた戦略的な取り組み、 県内の管理者不明教の調査、把握の必要性、建設工事受注動態統計のデータ、書き換えに関する対応状況などについて問い立ただされたところであります。以上、審査の概要を申し述べ、建設委員会の報告といたします。 次は文教委員会の報告を求めます文教委員長伊藤英二君 文教委員会における付託議案及び請願の審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます本委員会に審査を付託されました議案は補正予算1件その他の議決案件8件の合計9件であります審査の結果付託議案はいずれも前回一致をもって議案のとおり可決すべきものと決定いたしました なお審査の過程におきまして、各委員から指摘された事項のうち、その主要なものを申し上げますと、第一に修学旅行キャンセル料補助事業に関しましては、新型コロナウイルス感染症の影響で、海外への修学旅行の実施が困難な状況となっていることから、子どもたちが異文化と触れる機会が失われることがないよう、必要な措置を講じられたいこと。 第2に県立特別支援学校へのデジタル機器の入出力支援装置等の整備にあたっては障害のある子どもにとってデジタル機器の活用は自立や社会参加の可能性を広げるものであることから教員研修の充実や指導ノウハウの共有などにより教員のスキルアップを図るとともに若い教員や教員を目指す学生が 早い段階からこうした危機に触れ、危機の有用性や効果を実感できる機会を充実させる必要があること。第3に、デジタル化に対応した産業教育設備の整備にあたっては、教員研修の充実やカリキュラム作成支援など、今回の整備する設備をしっかりと活用した教育内容の充実に努めるとともに、 民間企業から外部講師を招聘するなど、最先端の技術に触れる機会の充実を図る必要があること、このほか、学校現場での新型コロナウイルス感染症に関連するいじめや誹謗中傷等に関する実態調査の実施検討、児童・生徒に対してワクチン接種に関する正しい理解を促す取り組みなどについて問い,いただされたところであります。 次に請願の審査につきましては、お手元に配布しております、請願の審査結果表のとおり決定いたしました。以上、審査の概要を申し述べ、文教委員会の報告といたします。 次は警察商工労働委員会の報告を求めます警察商工労働委員長滝本稔君 警察、消工労働委員会における付託議案の審査の経過並びに結果についてご報告を申し上げます。失礼しました。本委員会に審査を付託されました議案は、補正予算1件、条例案3件、その他の議決案件1件の合計5件であります。審査の結果、県第86号議案は賛成多数をもって、 また、その他の各案は全会一致をもって、いずれも原案のとおり、可決すべきものと決定をいたしました。なお、審査の過程におきまして、各委員から指摘された事項のうち、その主要なものを申し上げますと、第一に、銃刀法の一部改正により、新たに規制対象となるクロスボウの所持許可にあたっては、厳正かつ適正に運用するとと,ともに、 違法所持者にに対しては積極的に取りり締まりを推進するる必要があること第二に、広島県暴走族追放の促進に関する条例の一部を改正する条例案については、未来ある少年が道を踏み外すことのないよう、県警察をはじめ、関係機関、団体が緊密に連携して、継続した 少年育成の取り組みに力を注ぐ必要があること、第3に、コロナ等による影響回復のための新たな挑戦応援事業については、事業者へ情報がしっかり届くよう、周知を徹底するとともに、今後も自然災害等で被災するなど、二重の痛手を受けた県内事業者が出てくることが想定されることから、 こうした事業者の前向きな投資意欲が減退しないよう、ニーズを捉え、適切なタイミングで効果的な対策を講じられたいこと、第4に、コロナ禍でデジタル技術が進み、社会情勢が大きく変わりつつある中、こうした変化に対応できる人材育成は、今後の最重要分野になることから、求職者と 企業双方のニーズを丁寧に汲み取り、職業訓練科目の柔軟な見直しや、定員充足率のさらなる向上に努めるとともに、訓練生の確実な就職とその後の人材定着にもつなげていく必要があること、このほか、減らそう犯罪広島安全なまちづくり推進条例の 一部を改正する条例案を踏まえた一層の多角的な支援の実現、飲酒運転の撲滅に向けた積極的な取り組みの推進、運転免許証の自主返納者や限定免許へ切り替えたものに対する自治体等との連携した支援、パブリックコメントにおいて多くの県民から意見が得られる周知方法の一層の工夫、 中小企業における IT などの経営課題に対する支援状況などについて、問い立たされたところであります。以上、審査の概要を申し述べ、警察商工労働委員会の報告といたします。 次は総務委員会の報告を求めます総務委員長前田康春君 総務委員会における付託議案の審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。本委員会に審査を付託されました議案は、補正予算2件、条例案3件、その他の議決案件1件の合計6件であります。審査の結果、付託議案はいずれも前回一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。なお、審査の過程におきまして、各委員から指摘された事項のうち、その主要なものを申し上げますと、 第一に地域公共、地域公共交通燃油費高騰緊急支援事業の実施にあたっては、県民の日常生活や経済活動を支える公共交通ネットワークを維持・確保する観点から、関係事業者に対して制度およびその趣旨の周知徹底を図られたいこと、また、コロナ収束後の十分な需要回復が期待できない中、ガソリン価格等の高騰も相まって、急速な経営悪化により、 地域公共交通自体が失われる危険性があることから、将来にわたってサービスの提供の維持が図られるよう事業の、事業経営の効率化の促進、地球温暖化防止対策に向けた公共交通機関の利用促進など、県が先頭に立って中長期的な対策を講じられたいこと、第二に職員の分限に関する手続きおよび効果等に関する条例の一部を改正する条例案については、 多様化、複雑化する行政課題に対応する必要性が高まっていることを踏まえ、公務遂行中の過失等の事案が生じないような人員配置や、事案に対する組織的対応が求められること、第3に、次期広島の森づくり事業に関する推進方針案については、森林が有する公益性に、これまでの事業の実施状況や成果、課題等の県民理解を深めるとともに、 これに加えて、鳥獣被害対策にもつながる豊かな森林の整備や保全活動についても検討されたいこと、第4にサッカースタジアム等の整備については、今後、費用負担等に関する議論を深めるためには、整備計画や集客目標に対する県の評価等を示すとともに、コロナ禍で人が集まることに対する価値観が揺らいでいることなどを踏まえ、将来にわたる拡張性や可変性の視点を持って、議論を深めていく必要があること。 このほか、コロナ禍で苦境に立つ県民等に寄り添った施策の展開、新たな課題に柔軟に対応できる組織体制の推進、旧広島陸軍副市長の保存・利活用検討にかかる議論のあり方について問いただされたところであります以上審査のの概要を申しし述べ総務委員会の報告といたします。 以上をもちまして各常任委員長の報告は終わりましたこれより採決に入りますこの場合上程中の各案中県第113号議案公の施設の指定管理者の指定については議員の除籍を必要とするためこれを分離して先に採決いたします本案は 常任委員長報告の通り決するに、賛成の諸君はご起立願います。起立、総理、総員であります。よって、本案は常任委員長報告の通り決しました。 次は、県第118号議案、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案を採決いたします。本案は常任委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君はご起立願います。起立多数であります。よって本案は、 常任委員長報告のとおり決しましまた次は、県第87号議案から、県第94号議案、県第101号議案および県第102号議案の10件を一括して採決いたします。 右各案は常任委員長報告の通り、決するに賛成の諸君はご起立願います。起立多数であります。よって、右各案はいずれも常任委員長報告の通り、決しました。 次はただいま分離議決いたしました12件を除く議案21件を一括して採決いたします右各案は各常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君はご起立願います起立総委員でありますよって右各案はいずれも 各常任委員長報告の通り、決しました。次は請願を一括して採決いたします。請願第三の二号及び第三の三号に対する常任委員長の報告は。いずれも不採択であります。 右請願2件は常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君はご起立願います起立多数でありますよって右請願2件はいずれも常任委員長報告のとおり決しました次は日程第35令和2年度 広島県歳入歳出決算認定の件並びに日程第36令和2年度広島県公営企業の決算の認定及び常用金の処分の件を一括上提議題といたします右各案は本年9月定例会において決算特別委員長に審査を付託し閉会中の継続審査と いたしておりますので、この際審査の経過並びに結果について決算特別委員会の報告を求めます。決算特別委員長島森博明君。以上 決算特別委員会における審査の経過、並びに結果についてご報告申し上げます。本委員会は去る9月定例会において設置され、令和2年度広島県歳入歳出、決算の認定の件、並びに令和2年度広島県公営企業の決算の認定および剰余金の処分の件について審査の付託を受けました。以来、特別審査に加え、知事の出席を得て、 総括審査を行うなど、9回にわたり、委員会を開催してまいりました。その間、当局から詳細な説明を聴取し、今後の県政に反映できるよう、予算執行の適否や行政効果等について、慎重かつ厳正に審査を行いました。その結果、各会計いずれも、その執行はおおむね初期の目的を達成しているものと認められ、 令和2年度広島県歳入歳出決算認定の件、並びに令和2年度広島県公営企業の決算の認定および剰余金の処分の件について、全会一致でいずれも認定並びに原案のとおり、可決すべきものと決定いたしました。なお、審査の過程において、各委員から指摘された事項のうち、その主要なものを申し上げ、これに対する当局の 適切かつ積極的な対応を強く要請すするものであります第一に、デジタルトランスフォーメーションの推進に向けては、民間企業や市長等の取り組みを一層促進するため、目標やメリットを明確に示すとともに、住民サービスを担う市長の推進体制等の現状を把握の上、デジタル技術の育成・確保、 モチベーションの向上を図るる必要があること第二に、県政の持続的な発展に向けては、施策・マネジメントの徹底が重要であることから、予算編成にあたっては、県税等収入未採の早期解消をはじめ、中期財政運営方針に係る取り組みを着実に実施するとともに、事業の必要性、実現、可能性を一層精査し、 一般財源の主導再検討の上、あらゆる危機に備えるための財源調整的基金を確保されたいこと。また、事業執行にあたっては、事業効果の早期発現に向けて、迅速かつ着実に取り組まれたいこと。第三に、医療的ケア児およびその家族へのニーズ調査や、ネオーラを活用した 適切な実態把握を実施するとともに、そのニーズに即した支援が地域で受けられるよう、必要な予算や人材を確保し、トータルサポートを強力に推進していく必要があること。第4に、新興・最高感染症対策においては、危機管理意識の継続はもとより、県の実情を正しく把握し、 常日頃から対処能力を高めておく必要があること。第5に、本県の水産振興に向けては、放流事業など従来の取り組みの継続により、地魚を守るとともに、デジタル技術の導入などにより、新規就業者の獲得や漁業環境の整備において、新たな展開を試みる必要があること。第6に 災害からの復旧・復興を含め、公共事業については、迅速かつ着実に事業執行するとともに、繰越事業については、特に進行管理を徹底し、事業の早期完了に努める必要があること。第7に、再度災害防止に向けて、迅速な災害復旧に努めるとともに、流域治水の推進、排水ポンプ車の配備、 拡充及び DX を活用した万全な危機管理体制の構築など、県道強靭化に資する取り組みを強力に進められたいこと。第8に、広島県がものづくり県として発展し、地域経済のさらなる活性化を図るため、土地造成事業については、単純な事業収支だけではなく、県経済に与える効果も踏まえて、 産業集積の受け皿として必要となる産業団地の醸成や微分上地の販売促進を積極的に進められたいこと第九に itc 教育を推進するにあたっては私立学校に対してもネットワーク整備や端末の購入といった教育環境整備に必要な支援を行うことまた教員の人材育成や 教育現場をサポートする体制を整備するとともに、中山間の小規模校においても、遠隔事業などにより、質の高い多様な学びを享受できる仕組みを早急に整備する必要があること。第十二、教職員の正規職員化などに必要な財源を確保するとともに、コロナなどの影響による経済的な理由で未来を担う 子どもたちの学ぶ機会は失われないように支援が必要な保護者等に対する支援制度の充実及び周知徹底を行う必要があること第11に製造業の企業誘致や設備投資の促進に向け財政的技術的支援積極的に行っていくとともに特に自動車業界においては電動化の潮流を チャンスと捉え、地場産業の育成支援に努められたいこと、併せて今後の成長分野と目される環境エネルギー分野など、新たな産業の育成に向けた投資の促進と効果的な施策展開を進めていく必要があること、第12にコロナ禍で打撃を受けた飲食業等の業績の V 字回復に向けた 取り組みを推進していくとともに特に観光業界においては、安全、安心な観光の早期実現を図る必要があること、併せて非正規労働者をはじめ、厳しい雇用情勢にある層への支援を充実していく必要があること、このほか、カーボンニュートラルの実現に向けた、総合力を発揮できる体制と施策の必要性、 社会情勢の変化、費用対効果の検証を踏まえた、県出資法人の在り方や財政支援の見直しの検討、少子化の強化に向けた施策、マネジメントの徹底および、総合的な戦略の施策とその推進体制の整備、持続可能な公共交通ネットワークの維持に向けた対策の強化、県立病院の 地方独立行政法人化に向けた具体的検討の実施、出会いの場を創出する恋の輪の利用促進に向けた十分な普及啓発、ネット・ゼロカーボン宣言の実施に向けた中間目標の設定や具体的な取り組みの充実強化、広島版ネオバラの早期全県展開に向けた市長との連携。 県産レモンの生産目標達成に向けたデジタル技術技術の先進的な取り組みの活用および県の戦略への明確化広島の森作づくり事業の継続による森林が保つ公益的機能の次世代への継承地産地消の取り組みを通じた野菜の需要把握と 規格外野菜の活用の促進、県内フラワーの需要拡大に向けた関係団体やマス,マスメディア等の連携、建設現場の生産性向上や維持管理の効率化に資するデジタル技術等の活用促進に向けた事業者への支援、出島地区の早期整備を含めた 広島港の物流機能の充実強化、空き家対策の推進に向けた市、町や関係団体との積極的な連携、県営水道施設の予防保全、耐震化等の計画的な実施による強靭化、子どもたちの安全・安心を第一に考えた計画的かつ 確実な施設整備の充実、実施、ものづくり人材育成日本一を実現するための3学間の連携強化、増加する不登校児童・生徒への対応、生徒の命を守る安全対策としての中学校区の通学路安全プログラムの早期策定、現下の社会経済情勢を踏まえた 積極的な産業団地の造成、代位弁による将来負担につ,らつながらないための金融機関との連携した中小企業への資金支援体制の構築、道路表示や道路標識にかかる適正な予算配分による適切な維持管理、信号中、東海の 再発防止策と必要な予算の確保、交番機能の向上に向けた地域交流の充実の必要性などが議論されたところであります。これらのほか、本委員会において指摘された事項について、当局においては真摯に受け止められ、今後の事業執行や予算編成にあたって、十分留意されるよう要請し、 決算特別委員会の報告と出します。 委員長の報告は終わりました。直ちに一括して採決いたします。右各案は委員長報告の通り決するに。賛成の諸君はご起立願います。起立多数であります。よって右各案はいずれも委員長報告の通り決しました。 次は日程第37議員定数並びに選挙区に関する調査の件を議題といたしますお諮りいたしますこの際本件は議会として調査を行うこととしこの調査については委員12名をもって構成する議員定数と調査特別委員会を設置し本件本件を付託の上 調査,調査終了まで議会閉会中の継続審査とするにご異議ありませんかご異議なしと認めます。よって、さよう決します。それでは、ただいまの決定により、直ちに委員会条例第5条の規定に基づき、議員定数等調査特別委員会委員の選任を行います。 まず、選任する委員の氏名を、が読み上げます議員定数と調査特別委員会委員、林大蔵君、畑石賢治君、三好良二君、西本博之君、滝本実君、佐藤一直君、森川家忠君、安井宏典君。 田川十一君東康幸君高山博国君松岡博道君お諮りいたしますただいま読み上げました12人の諸君を議員定数と調査特別委員会委員に指名するに賛成の諸君はご起立願います 起立多数でありますよって、議員定数等調査特別委員会委員は、指名のとおり選任するに決しました。続いて、委員会条例第7条の規定に基づき、議員定数等調査特別委員会委員及び副委委員員長のおよび副委員長の選任を行います。 お諮りいたします委員長に松岡博道君副委員長に東康幸君を指名するに賛成の諸君はご起立願います起立多数でありますよって議員定数と調査特別委員会委員長及び副委員長は いずれも指名の通り選任するに決しましたこの場合議員定数と調査特別委員長をご紹介いたします松岡博一君 ただいま議員定数と調査特別委員長にご選任をいただきました松岡でございます誠に光栄に存じますとともにその責任の重大さを痛感をいたしておるところでありますご承知のところでありますけれども令和2年に実施されました国政調査の結果選挙区内の人口数と議員定数の逆転現象が引き続き起きていること そして現行の議員,定数議員総数で、人口比例という視点に重きを置きながら試算をいたしますと、定数の増減が生じる選挙区があることなどが分かっております。また、国政の方においては、衆議院の小選挙区の区割りの見直しに関する議論がただいま進められようとしております。こうした状況を踏まえつつ 令和5年4月に実施され得る県議会議員選挙に向けて慎重に議論を進めながらも適切な時期に一定の方向性を見出したいと考えております委員会に課せられた使命は重大であり委員各議並び関係当局のご協力をいただきながらも東副委員長ともに精力的に職務を遂行する所存であります どうぞ皆様方のご協力をお願いを申し上げまして、就任のご挨拶とさせていただきますどうぞよろししくお願いいたします。 この場合、議案の提出がありますので、初期に報告させます県議第6号議案、広島県議会議員の議員報酬の特例に関する条例案、右別紙のとおり提出する、令和3年12月16日、県議会議員、木戸常弘、ほか8人、県議会議長、中本隆志殿。 別紙はお手元に配布しておりますので朗読は省略いたしますお分かりいたしますただいま報告の県議第6号議案広島県議会議員の議員報酬の特例に関する条例案を本日の日程に追加するにご異議ありませんかご異議なしと認めますよって差を決します それでは県議第6号議案広島県議会議員の議員報酬の特例に関する条例案を議題といたしますこの場合提出者より提案理由の説明を求めます佐藤一直君 ただいま提案いたしました県議第5号議案広島県議会議員の議員報酬の特例に関する条例案について、えー、ご説明申し上げますこの条例案は令和4年1月1日から令和5年4月29日までの間議長が12%副議長および議員については10%の議員報酬の削減を提案するものでありますこれまで 広島県は度重なる財,政財源調整的基金の取り崩しの結果、その残高が数年前に比べ大きく減少しており、今後、大規模災害等が発生した場合の迅速な対応が危ぶまれます。また、昨年から何度も繰り返されている新型コロナウイルス感染症対策によって、さまざまな社会経済活動が自粛されたことにより、 企業のの経経営や雇用の悪化ななななどが深刻な状況となり本県経済に大きな打撃を与えていますそのため、経済対策や生活支援など、長期的な取り組みを推進するには、少しでも多くの財源を確保する必要がありますので、我々広島県議会議員も、県民の皆様に寄り添い、共に痛みを分かち合い、新型コロナウイルスに立ち向かう 覚悟ををを改めめてて表明ししし県県民が安心して暮らせる広島県を取り戻すすたたの減額を提案いたしますなお、県財政の立て直しには相当の時間を要することが見込まれることから、減額の期間は任期満了までの令和5年4月29日までとしております。何卒ご賛同の上ご議決いただきますようお願いいたしまして、提案理由の説明といたします。 次の通告はありませんお分かりいたしますこの際本案は委員会への審査の負託を省略し直ちに本会議において議決するにご異議ありませんかご異議なしと認めますよって差用を決しますそれでは採決いたします本案は原案の通り可決するに賛成の諸君は ご起立願います起立少数でありますよって法案は否決されましたこの場合意見書の提出がありますので初期に報告させます 発議第15発議書、海洋プラスチックごみ対策の強化を求める意見書、右別紙意見書のとおり発議する令和3年12月21日、県議会議員、山下さとしほか11人、県議会議長、中本隆と殿。別紙はお手元に配布しておりますので、朗読は省略いたします。 お諮りいたしますただいま報告の意見書案を本日の日程に追加するにご異議ありませんかご異議なしと認めます。よって作用を決します。それでは、発議第10号、海洋プラスチックごみ対策の強化を求める意見書を議題といたします。お諮りいたしますこのの際提案,提案理由の説明は 省略するにご異議ありませんかご異議なしと認めます質疑の通告はありませんお諮りいたします本院検証案はこの際委員会への審査の負託を省略するにご異議ありませんかご異議なしと認めますよって採用を決します直ちに採決いたします 本意見書案は原案の通り可決するに賛成の諸君はご起立願います。起立総員であります。よって、右意見書案は原案の通り可決いたしました。 以上をもちまして、今次定例会に提出されました議案は、ここにすべて議論いたしました。閣議におかれましては、会期を通じ、終始拡大のご政令を賜り、県政の当面する重要議案について、いずれも適切な結論を得られましたことは、県民福祉の向上と県政進展のため誠にご同形に堪えません。 さて、新型コロナウイルスの感染状況は、国内では鎮静化した状態が続いており、先月から行動制限の緩和も始まるなど、社会経済活動は正常化に向けて着実に動き出しております。しかし、忘年会や新年会のシーズンを迎え、また、ふるさとへの気象などで、今後、人の移動が 活発になることや国内でも世界的に広がりを見せるオミクロン株の感染が確認されるなど感染の第6波の到来が懸念されておりますこのため検査や治療体制の備えを固めるとともに今月から始まった3回目のワクチン接種を推進することなどにより感染レベルを できるだけ低く抑え、社会経済活動の正常化の流れを維持し、本格的な回復軌道に乗せていかなければなりません。県当局には、先ほど成立した補正予算に盛り込まれております感染防止対策や国の経済対策に、こうした事業をはじめ、あらゆる対策を講じていただき、井崎知事が 先の知事選挙で訴えてこられた社会経済の発展的な回復を一刻も早く実現していただきたいと思います県議会といたしましても来年こそは県民の皆さんの平穏な日常生活と活力ある経済が取り戻せるよう知事とともに全力を挙げて取り組んでまいります 本年も残すところわずかとなりました各議におかれましては何卒一層ご自愛の上新たな年のご活躍を心から記念いたす次第であります <laughs> これをもちまして12月定例会を閉会いたします